はい、リエルでーす。え、今日は、ここ見るんだよ。あ、そこ？うん。ここ？そうよ。横目で見てるみたいな。こっちだな。こっちで。はい。こっちを見てください。今日は、ちょっと土砂降りすぎて音が聞こえないので、はい、お話。スタジオから。うん、あと、ちょっと間違えてんじゃないっていうね。うん。切り抜かないでっていう話な。そう。うん。これ難しいな、ここを見るって難しいな。ここを見るんだよ、ここ。ここな、なんか逆やしな。いいよ、どうぞ、どうぞ、何ですか。ちょっとなんかこの間の、はい、これで根は出ますっていう動画。これで根は出ます、うん、うん。これで根は出ますの動画で、はい、ちょっと気になるコメントがこういろいろあって、はい、で、まず一つ目、はい、こう購入して抜き苗を買って帰った人とか、うん、なんか、はい、よく、はい、黒くなったとか、うん、ダメになったとか、うん、よく聞くん、はい、でこの間もメンバーさんの写真会で見たけど、うん、早けしてたりとか、うんうん、ああそうだね、うんうん、でそのないろいろ喋ってることの、うん、切り抜きが多い感じがする、うんうん、でそのね物を物で違う、葉差しにしても違う、抜き苗も違う、うん、ね、その言ってること分かるかな、だけど とにかく、フェスとかでフェス巻きの抜き苗を買って帰った時には、うん、何帰ってすぐ、うん、植えるのはよし、はい、ね、植えるのはよし、鹿沼に植える人をよし、ね、でお水あげてくださいって言ってるや、うん、言ってるよ。それで何て言ってんの、いつも。いつも？うん、いつもは、うん、絶対、うん、フェスとか通販で買って帰った子は、うん、すぐには直射日光に当てないでって言ってる。そうそうそう、うん、そうでしょ。絶対に、うん、で当てちゃってる人多いでしょ。多い、うん、そうすると焦げちゃう、うん、でよく勘違いしてるなと思うのは、うんうん、窓、あ、出窓、出窓、うん、出窓はちょっと勘違いしてる人多いかなって思う。出窓はきついと思います、うん、日差しがね、うん、で風が動いてないでしょ、うんうん、とにかく直射日光きついです、いきなりは、うん、いきなりはきついんだ。カーテン越しとかな、うん、ちょっとちょうどいいとこってあんだけど、これが言葉じゃ難しいんやけどな。でもさ、思うよ、よくお家に帰ったら、うん、いや、暑い、うわー、まあ、暑い、暑い、これってさ、うん、下手すればさ、なんかハウスより暑いんじゃないって思う時もあるぐらい、うん、だけどお家の中って意外と空気止まってるんじゃないかなって思うよな、うん、だけ出窓注意ね、うん、注意です、直射日光です、うん、ガラス1枚はダメです、うん、ね、それ焦げたり、うん、やられます、うん、いきなりはきついです、多肉にとってね、うん、あとは、あとは、うん、で、あとほら、植えた、ボス植えて、うんうん、お水をあげてくださいっていうな、うん、人でさ、カビが生えたとかさ、人いるや、うん、それっていうのは、要は風が足らないんだよ、うん、水はけのいい土をうちは推奨してるからな、うんうん、それでした時に、風があれば、カビは生えないんだ、水を、あともう一番大事なの、毎日水あげる人とか、もうこれアウト、アウトね、うん、乾かすなって言ってることを切り抜いてるから、うん、もうあげて乾いたらそのスピードが違うんやろな、感覚、うん、だけどあげ続けてる感じ、濡れっぱなし、プラス風が足らない、うんうん、これが危険、うん、ね、でこれを気をつけてください、うん、ね、でもね、カビが生えたからって、うん、大丈夫、大丈夫ないよ、うん、そう、そう、確率やけな、うん、根を出すための確率、うん、でじゃあそのカビが生えた人はカビを取ればいいけ、うん、でちょっと一歩行っちゃってさっとね、うん、さっと、そうそう、でそのままボスじゃなくて、うん、さっと乾かしてあげるの、うん、さっとね、うん、さっと乾かしてあげたら、うん、大丈夫、そうで、うん、さっと乾かしてかちょっと乾いたなと思ったらすぐ植えてあげる、うん、でまたお水あげるって感じ、うんうん、
そうそう、だけどそこをこう切り抜かないようにな、うん、いっぱい動画出してるけど切り抜かないでくださいっていうことよ。全部大事っていうこと、その動画で言ってることな。あ、そうね。で、あとちょっと気になったのが、うん、この間さ、うん、なんて言ったかな、乾かしすぎじゃないって言ったやん、カヌーまで、うん、買って帰ってないよ、ボッと植えて、うん、お水をあげて、でそれが乾かしすぎて、扇風機で乾かしすぎて根っこが出てないんじゃないのっていう話もあったやん、うんうん、それ、うん、乾かしすぎ、うん、でもそれを乾かしすぎを、うん、じゃあ扇風機を止めればいいんじゃないっていう話じゃない。ああ、そうですね、うん、で風は大事やけ、うん、それで早く乾くなら水やりを早くしてあげればいいし、早すぎるとずっと濡れてる感じになるから、うん、あんまり良くないっていうな、うんうん、でこう微妙な微妙で難しいっちゃ難しいんやけど、でもそれを覚えてほしいよな、うん、乾かすとこも大事っていつも言ってるよな、うん、でも乾かしすぎるなって言ってるでしょ、うん、この間これね、難しいかもしれん、うん、でもそういうことだな、うん、水あげて乾いて、ね、この乾いた時も大事、うん、でこのちょっとの間でまた水あげる、うん、これがいい感覚、うん、これを覚えてほしい。この時に風が大事、うん、ね、で太陽も程よく大事、うん、だけどそのいきなり出窓やと会うとね、やられてしまう、うん、いきなりの日光はやられてしまうから、うん、鳴らす、この鳴らすも難しい。日陰すぎたらダメ、明るすぎたらダメっていうね、これはねちょっとね、これはちょっと頑張って覚えてくださいっていう思いますね。言葉って難しいんだよ、見せれたらいいんだけど、これはやっぱだから家家いつも言うけど家家で違うからな、うん、これが難しいやん、うん、な、どうな、切り抜き禁止、うん、環境によっても全然違うもんな、うんうん、そうそうそう、環境一つで水あげのペースもどんどん変わってくるし、うん、もうそこを勘違いしないでほしいな、うん、そうそうそう、プラス、年々、うん、去年は平気やった、うん、その前も平気やった、でも今年ダメ、うん、っていうこともあるし、それはあの苗の状況とか天気のな、うん、天気なんかもう運やけん、うん、これをこううまくこうゲームのようにな、すり抜けていかんといかない。なで最近うちが思うのは、ちょっとハウスもちょっと遮光をちょっと強くしようかとかな、そういうことじゃな、そういうのあるじゃん。だけどその気候はさ違うんだよ、違うよ、本当に違う。だけそうそう、こなんていうん、あの端っこのハウスの方は涼しいやん、気温が違うやん、うん、中の方は気温が暑いやん、うん、そう全く違うやん。これはだけどその気候が変わってきてる感じがするよ。うん、厳しい時厳しすぎるっていうかな、温度上がりすぎるとかな。そうやな。ああ、だけどみんなの家もな、うん、こうしたら平気じゃなくてさ、確率こっからここまでセーフだよってこの間にいないといけないや、うんうん、な、それがほら難しいんや、うん、出ちゃうとアウトなんやな。これ伝わんねえやろな。どんな動画だよ、どんな動画これはな、うん、もうなんてやられたくないっていう気持ちは分かるんやけども、うん、やっぱもう顔を見ながらこう覚えていくしかないような、うん、そう一個ずつ違うから、人と一緒やけ、な、一個ずつ違うんだ、苗ごとに違うから見ながらっていうのが基本な、うんうん、でもここを楽しんでほしい。楽しむ趣味やけん。そう、怖がらんでいいな、うん、あ、こいつは水欲しがってるな、こいつは平気だなとか、じゃあ欲しがってるやつだけあげるのが、うん、これ正解や、うん、な、確率な、うんうん、だけどそのそういう動画も出してるので、だけど似たような動画いっぱいこれからも出していくから、うん、
前出してた動画も見てもらって、な、例えば葉差しなら葉差し、いろんな葉差しの動画を出してるよ、うん、これ全部見てもらって、なんかこうおって思ってやってくれると失敗は絶対減ると思います、うん、ね、こう感じたことを言ってるから頭悪いから言葉がちょっと足らないけども、そうやな、でどっかでなおって思ってくれるとこはあると思うんだ、うん、な、分かりやすくなるべく言ってるつもりなんだ、うん、でそこをな前のから見てもらってこう絶対あるけん多肉に関してはもうほとんどやってると思うよ、うん、な、チョンパにしたい、夏どうするかとか水やりとかいろいろやってるやろ、それをねこうぜひ、見て感じて楽しんでほしい、覚えてください。どうなの、なんか今日真面目よ。こんなにこうドアップでこう顔があるの嫌よな。目の向きがおかしいのもだって。ここだよ、ここ。いや、だって画面見たらこうな横もになる。なんか気持ちが悪いな。で遠く行けばいい。この辺やったらいい。うん、この辺やったらいい。そうなん。そうそう。いいな、まあ、ちょこちょこな、分かんないことは質問、あのコメント欄にな、うん、書いといてくれたら、あのこう言葉で答えられるのはな、うん、あの答えていきます。あとほら見ないと分かんないのは、あのメンバーさんの方でやってるな、うん、写真見ながら答えるとかな、うん、そっちの方でな、ちょっとは違うよ、写真見ながら原因がだいぶ分かるやん。そうね、あの緊急大手術が多かったもんね前回な、そうスーパードクター経営な緊急手術そればっかりやったけど、そうやな、うん、オペや。でもこう助かったっていう写真もいっぱい見せてもらえたし、そうそうそう、うん、でそんな見つけられればな、うん、早く助けられるし、うん、な、ただほらだけどもう本当な初心者さんやけ言ってることが分かんないと思うんだよ、うん、うん、だけどしょうがないんだけど、なるべくな、なるべくこう変な失敗をしないように教えてあげといたらな、うんうん、で多肉もったいないじゃん、うんうん、でもね、思ったこと、うん、みんな気づいてるんやけども、そのじゅれた葉っぱをそのままにしすぎやなって思った、うん、もったいないから、うん、もったいないっていうな、そうそう、じゅれた葉っぱがもうそれ、うん、そうです、もったいない。でもそれよりも、それより早く助けてあげる方が大切で、うん、そうそう、だけどそういうのもな、うん、いっぱい見せてさ、緊急手術も見せてさ、うん、やり方な、そういうのを見せましょう、うん、ですね、うん、いいですか、はい、いいですか、うん、で、ここのスタジオも緊急大手術がいっぱいあると思われますそ、触れないというけ、もうそのままにしようけ、もう自然のもうな、そう置いとくだけっていうな、雨ざらしでな、うん、今ねそれを試して、どのぐらい何もしなかったら死んじゃうとかな、それをこう試しちゃうね、ここはな、ここ長い日をかけて、実験して、どういう風にしたら可愛くなるかとかな、まあ、で秋冬からな、うん、検証をしましょう、うん、はい、ね、まあ、とにかく多肉で楽しくなるようにな、うんうん、頑張って分かることを伝えていきたいので、はい、うん、よろしくお願いします、はい、お願いします。今日は真面目のつもりです、はい、OK、 いけないの、いいよ、はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました、ありがとう、バイバーイ、バイバーイ。